ここは神奈川県三浦市の一番を信用しているところなんですけども、合わせて周辺県民家さんの出荷できない野菜雑草も一緒に処理してます。でこの過程でミタン発酵させて出たバイオガスで発電したりとか、あとは肥料ですね、最近で、それはまた周りの農家さんに。常時監視の試験運用して新たに分かったことはございましたか？この施設は季節によって搬入される農作物の量、それから種類が異なります。したがって発生するガスもその量や質が季節によって異なります。バイサラのセンサーを使うことで、この質を24時間連続で監視できるようになりました。その結果、より安定した発酵状態を維持する運転が可能となりました。MGP261 を継続して使用することを決めた理由を聞かせください。ガスボイラー出火時の早期と原因究明と復旧に役立てています。多くのデータを蓄積することで、将来 AI や IoT に活用できる可能性を感じるセンサーだと思います。